1978年のパリモーターショーにボディパネルを外した状態で展示され話題を集めたのがルノーサンクターボだ。 WRC 世界ラリー選手権参戦のためのベースマシンで1980年から市販が始まった。サンクターボはボディシェルこそルノーサンクだったが、ターボで増幅されたパワーを有効に路面に伝えるためオリジナルモデルの前輪駆動方式を捨てた。エンジンやトランスミッション、ディファレンシャルに至るまでパワートレーンの全てを後部車軸の上に移動したミッドシップマシンへと変貌したのである。エンジンは 1397cc の水冷直列4気筒 OHV という小さなものだったが、ボッシュ製軽ジェトロニック燃料噴射装置とギャレット製ターボチャージャー、空冷式インタークーラーにより最高出力162馬力、最大トルク 22.5kg にまで増強された。ベーシックなサンクに比べてパワーで 1.5 倍、トルクでは実に 3.3 倍という大幅なパワーアップだ。当然シャシーやボディにも大幅な強化が施された。特にワイドタイヤを装着するために広げられた前後のフェンダーはこの車に圧倒的な迫力を与えることとなった。さらにリアゲート上部には大きなエアスポイラーがつき、フロントにも大型のエアダムが与えられた。こうした大改造の結果、970キロのボディが生み出すパフォーマンスは最高時速200キロ、400メートルまでの到達時間15秒、1000メートルまでは28秒という驚異的なものとなった。サンクターボは1980年のコルシカで WRC にデビュー、翌年のモンテカルロで初優勝を遂げた。以後数々のイベントで猛威を振るい、ルノーの名を WRC に焼き付けたのである。